里とベンティル、並里エンワー第4クォーター、並里が輝いています。今も一瞬ちょっとフェイク入れながらでしたね。ラシャン・トーマスからハイローを入れた、この乱れたターンオーバー。さあ2点差、残り1分切っています。決めれば同点、あるいは逆転、筋ではない。トレイ・ジョーンズから並里、動けないですね。もう一つ来るか、ベンティル、来た。そしてバスケットカウントになりました。どんなもんじゃいという表情。今日一の盛り上がりです、オープンハウスアリーナ。これシュートコンテストにも来てたところでした。いやー素晴らしいですね、その前のね、2本のスリーポイントの前 の、 あのファウルもらいに行ってね、あのエアボールみたくなってしまって、あれがすごく残念なシュートだったんですけれど、それをしっかり取り返しましたね。はい、さあ決めれば2点差、おそらく決まったら仙台タイムアウトでしょう。2点差で残り 31.1 秒。さあゲームはクライマックスです。ネイサン・ブースは今ハイポスト、阿部亮が入れます。3点差、向こうサイドラショーン・トーマス、ブースだ、ブースが狙ってくる、落ちる、まだ時計動きます、プッシュする、前に送った、並里、残り10秒切ります。そして決定的な得点、マイケル・パーカー。阿部亮がシュートを決めてここで終わりました。最終的には81対79。今最後のショットが認められたかどうかというところでもありますが、まあ、カウントですよね、ええ、はい、2点か3点かってことですか、でしょうかね。ただまあやはり勝負に出たのはネイサン・ブースでしたね。そうですね、はい、かなりコンテストにも行っていた群馬のディフェンス、最後のディフェンスリバウンドもしっかりと抑え切って、結果的にはこれカウント認められました。最終的には81対79で群馬の勝利。群馬これで4連勝となりました。19勝18敗、5割を超えて、さあここからチャンピオンシップ争いに絡んでいこうという群馬クレインサンダーズです。